うございます。ふっロケイン、ヘイ、おいしょ。全国の皆さん、おはようございます。ナギロです。アラームがさあ、この後はね、この後というか今週もいい週間にしていきましょう。まずは今からコーチングです。今年もいい1年にしましょう。イエース。うわ、寝癖やこれ。昨日ね、ジムをオープンするって決めたんですよ。2月9日に。そっからもう新職をね、忘れていろいろ仕事してるんで、もう最近飯食うのも忘れちゃいます。でもなんか充実してるんでいい感じ。引き続き頑張ります。はい、銀行の融資が全くわからないので、とりあえず電話してみました。うん、なんか難しそう。今から着替えて弁天町でご挨拶に行ってきます。あいや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 、間に合わないよ、行かないと間に合わないよ。なんこれ、わー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 、1ヶ月前なくしたイヤホンが出てきた。はい、ということで家に帰っていきました。まあ、さっきねツイートもしたんですけど、ジムオープンする予定です。はい、まあ、2月9日とオープン日を予定しております。まだコンセプトはおろかテナントも決まっておりませんけれども、とにかく締め切りを決めてやる。コーチングになっていくのかなと思って。なるほど。皆さんこんばんは、トレーニング頑張ってます。お客さんみんな頑張りすぎね、本当に。俺負けねえぜ、マジで。お風呂に入ります。はい、風呂上がり。そりゃこういうとこからスタートになるよね。これを乗り切ったら一皮むけるそんな気がします。朝日がすごいね。お散歩。コーヒーはそんなに得意じゃないです。カフェインで覚醒させるために飲んでます。これ美味しいって人いる？お医者様のお名前を頂戴してよろしいですか？はい、株式会社、はい、ゴール B と言います。ハイフンで ABCD の D でいいんですかね？AB の B です。あ、B です。次の用事があるんで移動します。それこれ以上言えない。とりあえず事業計画書の、とりあえず創業計画書のミーティングが終わりました。まっちゃんありがとうよ。コーチング。まあいいんじゃないですか。ミクにタクス。帰ってきました。いつぶりの我が家。マジで。メタンコ疲れた。と見せかけて実は元気。あちょー。We can do anything。私たちは何でもできる。そうでしょう。あいやいやいや。今度ね、アギオさんと。プロテインバー、マイプロテインっていっぱいスナック菓子あるじゃないですか。あれをもう全部食べちゃうって企画をやろうと思ってるんで、本当に楽しみにしててくださいね。やっと注文し終わった。プロテインスナック系だけでも20万ぐらいありました。どんだけ食べ比べするんだよ。マンティさん、チャス。いいです。どうもマンティです。ダッシュダッシュ。物件の内覧に来てます。てってれー、なんて言えばいいですか。めちゃくちゃ怪しい2人みたいな。具体的な業務内容としては何をやってるかな。おい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 、疲れすぎて頭おかしくなってきたぜ。スタートアップ万歳。終電で家の近くに帰ってきました。目まぐるしい日々、充実しております。この調子でいきましょう。セブン、あ、今日は湯船に浸かって疲れを取って寝たいと思います。グッナー。グッマーニー。
息つきながら人は。ではパーソナルトレーニングに行ってきます。今日は何が見えてるんですか？いやいや、ちょっと来たー、すごいすごい、ライズアップ御用達これ、うん、あー、なんか見たことあるわ。これライズアップで、こんなんあればもう余裕よ。あ、これめっちゃいいわ。これもう5万やろ。これも震える、これ。あ、頑張ってる、頑張ってる、乗ってるよ。でも言うてさ、あの日本人がめっちゃなんか生きて話す。金が新年。おえアイドルおばちゃん。なんでやねん、なんで。お風呂上がって。ファック。え、今日は何日ですか？今日は1月。金曜日。1月10日金曜日といえばパーソナルでしょ。雑魚でしょ。おっ、ちょっとさりげなくね、さりげないね。スイッチ入ってんの今。これ今のはこれ反応しちゃダメなんですよ。これあ、これ今移動中のやつだから。そうだね。あ、 YouTuber やな。童貞だ。オズモポケット復活。もうちょっと楽に撮影ができるようになるかなと思っております。うん、書類の整理がめちゃくちゃストレスです。これは苦手だわ。やばい。トゥマが髪を切ったらしいです。やめろその決め顔。すいませんね、本当にね。うざいでしょ。整骨院で整えてきましょう。広島の実家から剣道の防具が届きました。この防具袋はだいぶね、古くてダサいやつなんですけど、余裕ができたら剣道やります。今は無理です。コタメンドメーンと。高校時代までね、剣道を13年間やってまして、一応広島県の優秀選手です。国体選手にはなれませんでした。あと一歩届かないところが僕らしいと思ってます。得意技は愛護手面。よろしくお願いします。元気ですか？よけっす。新垣結衣のモノマネして。分からん、なんけメルディーク。ソモンでいいや。ちょっと待って。おいしょ。防具袋ね、クソ懐かしい。兄がね、防具を送ってくれました。僕ね、三兄弟なんですよ。三兄弟の末っ子、兄、姉、僕。兄は割とイケメン、姉は美人、僕はなんか顔がうるさい。遺伝的に劣性です。三兄弟の中で取り残されたような存在だったんで、小さい頃についたあだ名はステゴサウルスです。え、本当にそうなの？ネタです。セコナをつけたよね、ステゴサウルスって。ん？自分やったっけ。ちょっと静かにして見てください。懐かしいでしょ。麺、これちょっと麺だれ短めだから最近のおしゃれなモデルですよ。これはしかもこの斜め刺し、ここね、あの 肩がね、動きやすいようになってるんですよ。ここ斜め差しだから、ちょっとマニアックな話ですけどね。まあちょっとここの鹿尾がね、ダサいんであれですけど、まあ今はね、時間がなくて剣道なんかしてる暇ないんで、そのうち和の心も極めていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょいちょい、コータメンドメン。